ハートの袋の作り方を説明します。裏面を上にします。縦、横、半分に折り目をつけます。左右の端を縦の折り目に沿って折り、折り目をつけます。右下の角と左下の角をこの折り目に沿って三角に折ります。左右の端を折り目を利用しております。下の端を横の折り目に沿って折り、折り目をつけます。この折り目を利用し、袋を開いて潰しております。ハートの部分をこの位置を境に裏側へ折り返します。この位置から内側を広げて斜めに折ります。立ち上がった部分を畳んで折ります。裏返します。上下を回転します。左右の端をこの折り目でハートの下に折り込みます。
上の端もハートの下へ折り込みます。ハートの袋の出来上がりです。お友達の誕生日に手紙を入れてプレゼントするのも良いでしょう。